ありがとうございます今日のゲームのポイントを挙げるならどこですかそうですすかそうねあのまあ、やっぱり先ほどの2人のダブルスですかね昨日、及川負けてしまって、まあ、また、空もこの最後のホームゲームに、まあ、出れない状況ってちょっとやだなと、まあ、松島の成長も見せたかったですし及川にまあ今日、半分ですけどリベンジさせてあげたいなという思いでまあ、ダブルスを使ってまあ、そしてあとは2点。 しっかり取るというところで、まあ、あとは並べていきました、はい、その中でサードマッチリン選手が9対4のところからのあの追い上げ、あそこが1つのキーになったんじゃないですかそうですすかそうね、まあ、やっぱり丹羽君もあの国際経験豊かでやっぱりしっかりとリン選手の対策をしっかり練ってやってきたので、まあ、危ないクロスゲームにはなるかなと思ったんですけども、まあ、最後、挽回してなんとか逃げ切ったのでよかったかなと思っています。 そして2人のインタビューにもありましたシングル戦アピールしてもっと我々も出たいというそんなチーム内での競争も激しい部分が感じられるんですけどこの辺りいかがででしょうそうそすねすごくあの強い選手が多いのであの競争の中での,あの強化というところもありますし、まあ今日ウーゴとリン選手2人出るのは今日で最後なので、まあ、これからまた日本選手出てどんどん最後、3試合 しっかりと勝ち切ってあのレギュラーシーズン1位になれるように頑張りたいなと思ってますさあ、すさあ昨日京と素晴らしい戦を送ってくださったファンの方にぜひ、俺のメッセージ、最後、届けてください。はい、えー、前半戦、すごく苦しい状況で1勝7敗で最,最下位のスタートだったんですけども、ようやくじりじりと。あのー プレーオフ進出に向けてチームも立て直ってきていい勢いがついてきたなという状況です、まあ、今日ホーム2連戦、この2勝すごく大きかったと思います本当に皆さんのご声援のおかげで選手がいいプレーできたと思います残り3試合ですねアウェイになるんですけどもしっかりと勝ち切ってレギュラーシーズン1位でそしてプレーオフに向かいますのでぜひともまたプレーオフ見に来てもらいたいなとあまだ決ま,ってないか決まってないんですけれども <laughs> 見に来てくださいありがとうございました。 ありがとうございました。